皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は、土佐南ちゃん補給2番艦の進水式が行われたってニュースと、スリオンの救急搬送型の配備が完了したってニュースを紹介するね。土佐南ちゃん補給は、ジャンボ御三バッジ1とも呼ばれていて、全3隻が建造される予定。3番艦もすでに建造が始まっていて、今までのペースでいけば2021年の11月に進水式ってところかな。土佐南ちゃん補給は、バッチ2で排水量を3600トンに拡大し3隻建造。バッチ3では、2030年頃に排水量4000トンの減船を計画しているんだけど、韓国海軍の潜水艦、チャンボ5級の1番艦の進水が1991年で、2030年には40年船首になるんだよね。今回の土佐南ちゃん補給2番艦の進水で、チャンボ5級は徐々に退役していくことになるのかな。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。韓国海軍、原子力潜水艦に一歩近づく。3000トン級2番艦、アンム、進水。10日、京山ナムドコジェのオクポ造船所で、アンム、の進水式が開かれた。アンム、は2018年9月に進水した、土佐南ちゃん補、3000トン級に続く、チャンボ5産級の2番目の潜水艦。海軍の伝統に基づき、この日の行事の主賓、ソーク国防部長官の夫人、ソンソジン氏が、艦艇と地上をつないだ飛行を切断した。アンムは今後1年間の試験運航を終えた後、海軍に引き渡される予定だ。海軍は1、2年間の別の準備を終えた後、収益式をして実戦配備する。これに先立ち進水した、土佐南ちゃん補は、年内に海軍に引き渡された後、2022年に作戦に投入される予定だ。この日の進水式で、プソクチョン海軍参謀総長が艦名を宣布した。アンムは、ポンオドン、ジョサンリ戦闘100周年を迎え、両戦闘を勝利に導いた、大韓帝国鎮衛隊出身の独立軍の、アンム将軍にちなんで艦名が付けられた。アンム将軍は日本の警察の襲撃で重傷を負って逮捕され、その年に殉国した。政府は1980年、建国勲章独立章を追授した。海軍は2010年に就役した、アンジュン軍、以降、キムジャジャン、ユンボンギル、ユグアンスン、ホンボムド、イボムソク、シンドルソク、ドサナンチャンホ、など、独立運動をしたり降伏、解放後に、国家の発展に寄与したりした人物を、潜水艦の艦名とする伝統を守ってきた。海軍は今後、革新戦力の軽空母とともに、韓国型次期駆逐艦、4000トン級潜水艦などを保有し、先進太陽海軍に生まれ変わる計画だ。アンムは北朝鮮の核兵器、潜水艦を防ぐ基本任務のほか、中国や日本など、周辺国と海洋試験をめぐる競争が激しくなる状況で、太陽海軍の革新的な役割を担う。アンムは重大な任務に合わせて性能も大幅に向上した。2006年から2017年までに9隻建造したソンオニル級、チャンボ52級、1800トン、より2倍ほど大きい。非対機依存推進、AIP に、高性能燃料電池を適用し、水中潜航期間も長くなった。従来の潜水艦はエンジン稼働のために1日に1度は水面近くに浮上したが、AIP を搭載した潜水艦は、数日間にわたり深海に留まることができる。アンムは米国、ロシアの原子力潜水艦より小さいが、致命的な一発を保有する。弾道ミサイルや巡航ミサイルを発射する、垂直発射艦6門を搭載している。潜在的脅威国の核心地域を精密打撃できる。周辺国が、アンムを戦略武器に分類する理由だ。しかし、アンムも土佐南ちゃん補のように、ディーゼルエンジンで作られた電気で推進するため、最大速力20ノット、時速37キロで動けば、
数時間でバッテリーが消耗して停止する。潜水艦の規模も小さく乗組員は約50人で、水中に1ヶ月以上留まるのも難しい。それで政府は原子力潜水艦の建造を検討している。国防部は8月、2021から25国防中期計画を発表し、計4隻を建造する4000トン級潜水艦には、原子力推進方式を適用することを事実上認めた。原子力潜水艦、建造能力は段階的に高めていく。ドサンアンチャン補給は、韓国が自国の技術で設計から建造まで完成した、国産、潜水艦だ。海軍は4000トン級に規模を拡大するほか、原子力推進方式も適用し、国内で開発することを検討している。空の救急室の救急搬送専用ヘリコプターの戦力化完了。空の救急室と呼ばれる、韓国軍発の救急搬送専用ヘリコプターの導入が完了した。防衛事業庁は、災害、捜索状況で兵士はもちろん、住民の、ゴールデンアワー、を担う救急搬送専用ヘリコプター8機が、陸軍での戦力化が完了した、と9日明らかにした。救急搬送専用のヘリコプターは、国産ヘリコプタースリオンをベースに、2014年から2016年までにシステム開発を完了した後、今年1月から陸軍に引き渡された。陸軍はこのヘリコプターを、4人、ポチョン、ヤングに配備して運用する予定である。救急搬送専用のヘリコプターは、既存のスリオン、KUH-1、に、様々な医療機器を追加して、救急患者の迅速な搬送と応急処置ができるように開発された。ヘリコプターには、先端救急医療機器とすることができる、心室除細動器、酸素供給装置、医療用吸引器、人工呼吸器、患者モニタリング装置などが搭載された。外付けホイストも搭載して、山岳地形でも円滑な救助活動が可能である。特に搬送中に重症患者2人の応急処置が可能で、6人まで輸送することができる。加えて気象レーダーを使用して、リアルタイムで気象を把握することができ、厳しい天候の地域を避けての飛行が可能であるという利点を持つ。飛行中の障害物を事前に認知する、地上衝突警報装置も備えており、飛行安全性も確保した。救急搬送専用のヘリコプターは、兵士だけでなく、救急医療ヘリコプター共同運営規定に基づいて、大規模な医療施設へのアクセスが脆弱な地域の住民でも、患者の状態と移送予想時間などを考慮して、消防庁長または市、同消防本部長の要請があれば利用が可能である。ワンジョンホン防衛事業庁長は、国産ヘリコプタースリオンをベースに開発された、救急搬送専用のヘリコプターが戦力化されることで、スリオンが様々な分野で活用可能であることを立証した、とし、軍だけでなく、国の災害時医療、災害救助任務の遂行が可能なレベルに改善され、国民の安全と福祉の向上に大きく寄与するものと期待される、と述べた。ってことで、スリオンの救急搬送型の配備についてはすでに始まっていて、今回計画していた8機すべての配備が完了しましたよってことでした。ただ、軍が配備を計画している4人、ポチョン、ヤングって、38度線近くの西部、中部、東部に位置していて、陸軍の特性上、戦力が北に集中するのはどうしようもないとは思うんだけど、これで、国民の安全と福祉の向上に大きく寄与する、っていうのは違和感があるんだよね。とは言っても、スリオンの活躍の場が広がっていくのは、良いことなんじゃないのかな？知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。